スタジオリバーサイド。はい、こんばんは。竹下敦です。今日、お茶の水にある、G クラブ東京の、黒沢音楽学院の、加納さん先生のレッスンを受けてきました。ほぼ雑談でした。もう何でしょうね。雑談。まあ楽しくね。楽しくレッスンできました。先生の方がこう、最初に私の方がジャッジャッジャってこうリフを刻んでね、先生がこういい感じのこうソロを取って、でそれをこう見て、ああそういう感じの運指ってこう指の動きね、そうなんだっていうのをこう見るわけですよ。で私は基本的に自分のギターの指って見ないんですよね。相手がどういうふうに弾いてるかっていうのを見るわけです。で一通りこう弾いた時にホイってこう今度ホイッホイってこう振られるわけですよ。ソロ取ってみっていう意味でね。で、緊張するわけじゃないですかね、すごい有名なギタリスト前に。でもね、これがまた息シャシャと私は弾くんですよ。なんだろうな、なんかこうやっぱりすごいギタリストってすごいですね。こう相手にこう弾かせるのがうまい。でそこでね、私もこういい感じのソロを弾くんですよ。でね、やっぱり相手をね、いかにこううまく気持ちよくね。させるかっていうのはやっぱりプロの教える人なんだなと思いました。ね、今日も楽しくレッスンできました。この加納さん先生ありがとうございます。次回もね、また近いうちにお邪魔したいと思います。先生の方もね、また遊びにおいでよっていうそんな感じになってきましたんで、またお仕事して、楽しくミュージックライフを送りたいと思います。それでは、ギタリスト竹下敦でした。 See you soon です。